まずは2002年放送の朝霧の巫女よ。原作はヤングキングアワーズで連載されていた漫画で、広島県の三好市を舞台とした伝記作品ね。伝記ものか、好みが分かれそうな作品ってイメージがあるな。主人公の天津忠弘というアルビノの少年が、母親の置き手紙に従い、三好市に引っ越してきて、そこでいとこの日枝三姉妹と出会うの。そして、忠弘はそれから毎日のように化け物に襲われるようになってしまい、国の存亡に関わるほどの戦いの中に身を投じていくという物語ね。なるほど、思った以上にハードな内容だぜ。で、このアニメは一体どんな失敗作になってしまったんだ？本作が失敗になってしまった理由は大きく2つあるわね。まず第一に、尺が短すぎたことよ。出た、尺問題。なんと本作、2クール放送の全26話でありながら、15分のショートアニメだったの。この物語でショートアニメか。そしてもう一つの理由は、アニメ化が早すぎたのよ。それもよく聞くやつ。原作は2000年から2007年まで連載されていたのだけど、連載終了後も執筆が続けられた結果、最終的に単行本は2013年まで刊行されたの。後半は書き下ろし作品ってわけか。ところが、さっきも言った通り本作の放送は2002年、単行本にして3巻までの内容でしかなかったのよ。それはショートアニメでもちょっとストックが足りないんじゃないか？その通りよ。なので、ストーリーを完結させるため、アニメ版はオリジナル要素をこれでもかと詰め込んで制作されたのよ。あ、それ絶対ダメなやつなんだぜ。結果、原作のハードな展開や作風はほとんど見られなくなって、2000年代に流行したいわゆる萌えを重視したアニメになってしまったの。言ってしまえば、キャラや設定を借りただけの別作品って感じよ。そりゃあ、原作ファンは怒るぜ。それどころか原作者がアニメスタッフに対し、お怒りのコメントを出しているほどよ。また、作画崩壊を起こした回もあって、あまりの惨状に、原作者自らがアニメ版の DVD 全巻購入特典を制作したそうよ。それは、どんな感情で作っていたんだろうな。余談だけど、本作は広島県三好市を舞台にしていると言ったけど、当の広島では当初放送されていなかったのよ。地域に優しくない。2004年になって放送こそされたけど、こういうアニメスタッフ側の不誠実な対応が本作を失敗作たらしめている、と言っても過言ではないでしょうね。特に原作者へのリスペクトは大事だと思うんだぜ。お次は2015年放送の電波教師よ。知らない作品だな。電波少年なら知ってるんだが。いや古い。元は週刊少年サンデーにて2011年から2017年まで、2部構成で連載されていた漫画作品よ。ニートでオタクでありながら、天才的な頭脳を持つ青年、鏡純一郎は、その怠慢さに業を煮やした妹の鈴音によって、母校の非常勤講師にされてしまうの。でもそのユニークな指導方法によって、生徒たちをうまく導いていく、という話ね。ふむふむ、これまた興味深い内容だぜ。主人公がそんなキャラ設定だから、実在のアニメやゲームをネタにした話も多くて、原作の2部では、小学館だけでなく他社の作品までネタにされていたらしいわ。なかなか攻めたことをしていたんだな。で、そんな本作だけど、ストーリー的には上々な評価となっているわ。序盤こそテンポが速すぎる上にテンションの高い話が多いから、そこをやかましいと感じた視聴者はいたみたいだけどね。テンポは遅くても速すぎてもダメだよな。内容はまだマシだったなら、何が原因で失敗作とされてしまったんだ？これに関しては理由が3つあるわ。まず、単純に作画クオリティが低い。海外に外注していたせいか、とにかく作画が古臭いものになってしまったのよ。外注作品は大体そうなるんだよな。それと、主人公の妹である鈴音の声優に、本職ではない元 SKE48 のメンバーである松井玲奈さんが起用されていて、どうしても、その演技面で浮いてしまった点も、悪評に繋がってるの。芸能人を声優に起用すると、よほどじゃない限りはこういう問題が起こるんだよな。そして一番のやらかしは、本作の放送時間が、同じ雑誌に掲載されている協会の輪廻と被っていたことよ。それはあかんやつと、これらの要素が合わさった結果、アニメ化としては大失敗と言ってもよくて、ほぼ原作通りの内容ながら、アニメとしての面白さが欠けているという、散々な評価となっているわ。原作改編がなくても、単純にクオリティが低ければ失敗作になる。当たり前な話だが、これは別な意味で原作へのリスペクトが足りないアニメだぜ。次に紹介するのは2008年放送の100個よ。原作はウェブコミックのフレックスコミックスブラッドで連載されていて、実はウェブコミック作品としては初のアニメ化作品なの。それは記念すべきアニメじゃないか。内容としては基本的に日常系学園コメディとなっていて、九州にある私立校を舞台に、影山虎子をはじめとした4人の女子高生による、ドタバタで破天荒な学園生活を描くという作品ね。当時は日常系作品が流行っていたしな。そうね、ラキスタや軽音といった作品が人気を博していた時期だわ。そんな中にあって、本作もそこそこ人気を集めていたのだけど、アニメ版はなんと黒歴史とまで言われてしまったのよ。そんなにひどかったのか？これもアニメ制作側による問題なのだけど、もともと本作はキャラクターデザインがやや癖のあるものとなっていて、それをアニメでうまく表現することができなかったみたいなの。そのため、女子高生メインの作品でありながら、いまいち可愛らしさを見出すことが難しかったわ。女の子がメインの作品なら、やっぱり可愛い方がいいもんだしな。そもそもアニメの作画クオリティ自体も決していいものではなかった上に、1話開始の時点でオープニングが未完成のまま放送されていたり、1クールだけの放送にしては、内容があまりに薄すぎたりと、アニメ全体の出来が散々なものになってしまったのよ。と直球にクオリティが低かったのか。そして、この件で一番ショックを受けたのはファンではなくて、原作者の方だったの。何かあったのか？アニメ放送後に SNS にて、原作の加藤春明先生が、自分の作品のアニメが失敗しちゃったから、他の女の子が可愛く描かれているアニメが妬ましくて見るのが辛い、といったコメントを出していたの。うわ、それめちゃくちゃへこんでるじゃないか。そしてアニメ化の件が影響したのか、放送後から連載の方も不定期になっていき、2012年を最後に完全に連載中止状態のまま、現在に至っているの。体調を崩してしまったとかか？いいえ、現在は別名義にて違う作品を連載されているわ。これは、アニメの失敗が多少なりとも影響してる可能性は高いよな。モチベーションがなくなってしまったのかもしれないわね。作者からも黒歴史的な扱いを受けているとは、闇の深いアニメだったぜ。続いては2023年に2クール放送された青のオーケストラを紹介するわ。つい最近の作品だな。原作は漫画雑誌アプリ漫画ワンや、配信サイト裏サンデーにて連載されてるわ。ウェブコミック原作のアニメも増えたもんだぜ。天才的なブアイオリニストだった少年の青野はじめが主人公で、家庭の事情でブアイオリンから離れていた彼が、ヒロインやライバルとの出会いを通じて、再び音楽への情熱を燃やしていくという物語になってるわ。いいなぁ、青春を感じる内容だぜ。この内容から、音楽好きの読者が多くて、漫画1では看板作品とされるほどの人気作となっているの。2023年の小学館漫画賞で少年向け部門を受賞していたほどよ。それはまた名作じゃないか。だというのに、アニメの方は、残念な作画崩壊のせいでかなり叩かれてしまったのよ。出たよ作画崩壊。原作が人気だっただけに、アニメの作画崩壊が目立ってしまって、結構な批判を受けてしまったみたいね。でも、この件が発端となって、さらなる炎上を生んでしまうの。何があったんだ？まず、音楽がテーマの作品だから当たり前ではあるのだけど、専門用語が多くて、説明が不足しているという意見が見られたわ。作品によっては幕愛や C パートに解説コーナーがあったりするしな。だからこの指摘はまだ理解できるの。もう一つの方が問題となっていて、本作が4月は君の嘘のパクリではないかという批判も多かったのよ。パクリ疑惑。音楽をテーマとしていて、主人公が以前は天才と呼ばれていた。何らかの事情により音楽から離れるものの、ヒロインたちとの出会いを通じて、再び音楽の道を進むようになる、と、確かに共通点が多いわ。ただ、音楽をテーマにしていること以外は、他のどの作品にも見られる要素だし、一概にこれでパクリというのはどうかと思うのよね。確かに、方向性こそ同じなのかもしれないが、内容が近いかと言われると、やっぱり別物だと思うんだぜ。作画崩壊を発端に、本作への当たりが強くなってしまったせいで、批判的な意見が目立ってしまったという感じね。作画崩壊は確かに失敗だが、完全にやらかした作品ってわけではないな。2期の制作も決定しているから、今後の動向に期待したいわね。お次は2015年放送のミリオンドールよ。ウェブコミックのガンマ、にて2013年から2016年まで連載されていたわ。アイドル、ではなく、その熱狂的なファンであるドルオタに焦点を当てた作品なの。それはまた珍しいテーマだな。主人公は引きこもりのドルオタであるスーコという女性と、現場至上主義のドルオタで元サラリーマンの自営業、リュウさんを中心とした物語で、それぞれが推す女性アイドルたちの水面下のバトルを書くという内容よ。なかなか表には出ない部分を書いた作品だな。興味深い内容だぜ。ストーリーを聞くだけなら私も興味を惹かれたのだけど、アニメを見て、その興味もすっかり冷え切ってしまったわ。そんなにひどかったのか？もう、悪い意味で鳥肌が立ったわね。まず、本作は1話5分のショートアニメとして作られていたわ。一応、アイドルがテーマになってるから、オープニングは 3DCG によるダンスシーンで書かれていたの。ところが、この 3DCG の出来が恐ろしくヤバくてね。9年前の作品ということを差し引いても、かなりのテイクオリティだったわ。オープニングって特に力を入れる部分だろうに、そこで失敗してたんか。5分のショートアニメだから、内容もちょっと薄くて、あまり記憶に残らない曖昧なものになっていたわ。終わり方も、ここで終わりなの？って突っ込んでしまったほどよ。原作の宣伝を兼ねたアニメ化だったみたいだけど、見事な大失敗だったわね。これは原作にも影響が出たんじゃないか？一時期連載が完全に止まってしまったこともあったし、ファンミーティングが延期や中止になることもたびたびあったらしいわ。それはひどいな。単行本も、作者が自費出版したこともあったみたいで、それはもう見てられない感じだったでしょうね。幸いというか、今は第2部となるミリオンドールシティビートが連載中だから、まだ巻き返しのチャンスはあるわね。ぜひ、名誉挽回してほしいもんだぜ。どんどん行くわよ。次は2017年と2018年に2期放送されたアニメ、Dies iraeを紹介するわ。パッと見、読めないタイトルだぜ。原作は2007年に発売されたなゲームだったりするわ。わお、それはいきなり興味津々だぜ。冬の日本が舞台となっていて、かつてのナチスドイツによって生み出された、生物と呼ばれる強兵器を操る者たちの戦いを書くという内容よ。元がなゲームとは思えないほどハードな内容なんだな。そうね、その重厚な世界観設定と美麗なグラフィックと相まって、一部ではあのフェイトの再来かのように人気を博していたわ。それは大したものだぜ。当然、アニメ化の際はかなりの期待が寄せられていたわ。2015年にアニメ化が発表され、それに伴いクラウドファンディングによって、実に1億円近い金額を募り、正式にアニメ制作がスタートしたの。目標金額は3000万円で、これをわずか4日余りで達成してしまい、当時のクラウドファンディングで最速かつ最高金額、最高支援者数を達成したのよ。すごいじゃないか。でもそれで失敗したってどういうことなんだ？そもそもね、マリサ、アニメを1クール作るのに、どれくらいのお金が必要だと思う？平均だけど、おおよそ1億から2億円ほどが最低ラインだと言われてるわ。それじゃあ？無論、クラウドファンディングで集めたお金だけで制作したわけじゃないと思うけど、出来上がったアニメは、それはまるで低予算アニメ化のような、低クオリティのものとなってしまったのよ。どうしてこうなった？さらに原作をプレイしていないとわかりにくい表現も多く、新規ファンにも優しくなく、それでいて作画が悪いから原作ファンにも不評という、原作の人気が嘘みたいな大爆死だったわ。で、テレビアニメで12話を放送し、残り6話をウェブで配信するという、そのやり方も良くなかったみたいね。この失敗が響いたのか、なんと原作ゲームの発売元であるグリーンウッドが解散、本作のスマートフォン向けゲームの開発も中止されてしまったの。アニメの失敗で会社が一つ潰れたってことか。もし、ちゃんとしたクオリティで制作されていたら、こうはならなかったかもしれないわね。お次は2021年放送の幼馴染が絶対に負けないラブコメよ。原作はライトノベル作品で、このライトノベルがすごい、にも選ばれている人気作ね。タイトル通り、幼馴染がヒロインってことか？そうね。ただし、メインヒロインが幼馴染で、他のヒロインと恋愛バトルすると思いきや、ライバルヒロインもまた幼馴染という設定なの。なんだってじゃあ、仮に誰が恋愛勝負に勝っても？タイトル回収はバッチリよね。タイトルに嘘偽りはないが、解せぬ。ついでに復讐もテーマになってるわ。不穏すぎる。まあ、基本的に青春ラブコメだから、全然重くはないんだけどね。アニメ化にあたって、原作者の二丸修一先生は脚本会議には必ず出席し、内容のチェック、根底の指摘など、かなり密接に関わっていたわ。それだけ自分の作品のアニメに思い入れが強かったんだろうな。ところが、制作を担当した動画工房は、当時内部的にかなりごたごたしていたらしく、それがアニメのクオリティにもろに影響してしまったの。可愛い女の子を描かせたら右に出る者はいない、あの動画工房が、あまりの出来のひどさに、二丸先生は2話まで視聴して一度挫折。その後4話まで視聴するも、ここで完全に折れてしまったようで、半年間、支出に手がつかなくなるほどのショックを受けてしまったそうよ。そんなに。自分の作品なんて、子供のようなものだしね。それがひどいありさまになってしまったら、そりゃあショックというものよ。ちなみに、アニメ化の前は原作の1巻が1年間で19回も重版するほどだったのに、アニメ放送後は3年間で重版0回。うわ、原作の売り上げにまで影響してる。誰がどう見ても失敗作というレッテルを貼られてしまって、二丸先生には本当にお気の毒って感じね。タイミングが悪かったとしか言えないが、動画工房側が万全な体制だったなら、こうはならなかったんだろうな。さて次はシャイクスピア作品を原案としたファンタジー作品、2022年放送のバラ王の葬列を紹介するわ。15世紀末のイングランドで実際に起きたバラ戦争を題材としているの。史実を元にした作品か、歴史が絡むと難しい印象だぜ。原作は2013年から2022年まで連載され、累計発行部数180万部超えの人気作だったわ。白バラのヨークと赤バラのランカスターという両家が王位をめぐり争っていた時代、ヨーク家の三男であるリチャードの運命を書くという物語ね。そしてこのリチャードには大きな秘密があったの。秘密ってどんなだ？実はリチャードは、両性具有だったのよ。ふたなりとか言うな。ともかく、本作は上々の人気を集めたヒット作として知られていて、アニメ化の際には話題になったわ。特に女性人気がありそうな雰囲気だぜ。ところが、実際に放送されたアニメは、まるで紙芝居のような静止画の連発だったのよ。紙芝居はあかん。とにかく作画が動かず、アクションシーンは全て台無しになってるのよ。さらに背景のモブキャラの顔を描かず、のっぺらぼうな状態にしていて、いくらなんでも手抜きだと、プチ炎上したそうよ。モブキャラを適当に描くのはわかるが、のっぺらぼうはダメだと思うんだぜ。さらに原作すべてをわずかにクールの尺で詰め込んだ結果、エピソードのカットが多く、まるでダイジェストのようになってしまったの。原作未読の人は置いてけぼりになるし、原作ファンとしても、それはつまらない出来になってしまうよな。一枚絵の作画自体は決して悪くなかっただけに、この手抜き感あふれるクオリティに、がっかりしたという評価が多くついたのよ。しかし、なんだってこんなことになってしまったんだ？真偽のほどは不明だけど、スポンサーがつかず低予算だったなんて噂もあるし、制作会社の JC スタッフが他のアニメを抱えていて多忙だったため、あまり労力を避けなかったから、なんて言われてるわ。アニメ業界はいつも忙しくしてるとはいえ、原作ファンとしては、これは残念な仕上がりになってしまったな。今回最後に紹介するのはスマホ用のアプリゲームが原作のアニメ、2018年放送の空と海の間よ。お、スマホゲーが原作か。これはどういうアニメなんだ？まず、世界中の海から魚が消えたわ。そして宇宙空間に生けすが作られ、宇宙漁業団が設立されたの。なんか思ってたのと違う雰囲気だぜ。男女の平等の一環で、女性漁師の増員が求められる中、主人公の空町春を含めた6人の少女がその候補に選ばれた、という物語ね。まさかの漁師を目指す女の子たちの話だとは思わなかったぜ。原作を担当したのはあの広い王子市で、メディアミックス作品として話題を呼んだわ。桜大戦や渡るなんかで名高い広い王子市か。放送前の期待度ランキングでは SAO やテンスラ、とあるを抑えて、1位になるほど注目を集めていたの。それらを抑えての1位か、それは相当に期待されていたのがわかるぜ。まあ、でも失敗作だったんだよな。残念ながらね、SF をやりたいのか、ファンタジーをやりたいのかでどっちつかずになってしまって、いまいちふわっとした内容のアニメになってしまったのよ。ひたすらトレーニングを繰り返し、宇宙で漁師になるという話なのに、さっぱり宇宙には出ないわ。宇宙漁師とは、なんとなくでつけたようなすく水要素も空回りしていたし、展開も唐突なものが多く、見せ方が良くないなんて指摘もあったわ。なんかこう、内容も思ってたのと違う、って感じになってしまったんだな。世界観や設定に関しては独創的で興味深いと思う人も多かったと思うけど、壊滅的に、その素材を活かせなかったことが失敗の大きな理由ね。ちなみに肝心のゲームの方はどうだったんだ？聞きたい？ズバリ、アニメ放送の半年後にサービス終了となったわ。どんがらガッシャーン。これも、せめてアニメがもう少しうまく作られていたら、ゲームへの悪影響もなかったのだと思うと、残念な作品と言えるわね。というわけで、アニメ化失敗作品の紹介は以上よ。どうだったマリサ？今回も、前の時と同様に残念な話ばかりで精神的に疲れたぜ。どんなに原作がいいからって、アニメが自動的に良作になるわけないんだよな。そうね、原作は原作、アニメはアニメで、それぞれの作り手が努力しないといけないわ。せめて失敗するにしても、原作に影響が出ない程度にしてほしいもんだぜ。動画を見てくれたみなも、他のアニメ化失敗作品についてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。